東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。この外側の上に志骨というツボがあります。で、志骨というのは五陽血の中の経血です。五陽の属性っては火になります。 三小形の五行の特性はかですから、同じですので、三小形の本欠になります。本欠ですから、法の時にも使えますし、ゃの時にも使えます。ですから、三小形のいろんな病気の場合は、耳鳴りとか難聴とか、三小形の肩の痛みとか背中の痛みとか、側頭部の痛みとか、その時に全部この死語を使います。あと、もう一つその特殊の使い方なんですけども、死語のところって実際、 触ってみるとゴリゴリしてるっていう方、あるいは痛い方っていうのは大体なんですけども、便秘の方が多いんです。だからこのツっていうのはその便秘の治療とかにも使います。便秘でひどい方ってこういうところで揉みほぐしてあげると腸の動きギョロギョロと良くなったりするということがあります。あと、難産の時、胎児降りてこない時にこのツボよく使います。次のツっていうのはエソですね。エソは三小形の 激血です。激血ですから、急に発症した病気の場合、あと、陽気の激血ですから、木の病の場合は、この激血をよく使います。ですから、急に耳鳴りになったりとか、難聴になったりとか、あるいは偏頭痛になったり場合は、三章系から来てる病の場合は、餌ソを使います。餌ソの次に、三陽落っていうのは、名前の通り、三の陽の連絡っていう意味ですので、 腕の外側の陽形って3つあります大腸形と三小形と小腸形ありますこの三本の陽の経絡を連絡するという意味でこの三インがあります逆に足の方には足の内側のくるぶしの上に三ン行というツボがあります三ン行というのは三本の陰の経絡を交差しているところ同じような意味合いですだから三院六と三ン行はペアになっている っいうことで、上の方は陽気がつながっているところ、下の方は陰気がつながっているところです。だから、この二つセットで使うというケースも結構あります。特に、三陰交の痛みが取れないでしたら、この三陰絡を使ってやると、すぐ取れたりします。三陰絡の次に、主徳というツボがあります。徳ってどういう意味かというと、徳っていうのは、大きな川ということの意味です。 視力では四つの皮っていう意味ですけども、皮とていうのそのケーです。体の中の経脈では変わっていう例えますけども、いろんなキーここに集まるということを意味します。全身のキーがここに集まるということですから、足の膀胱圏のところに煙門というツボがあります。縁もんというツボっいうのは？ 登山で足をよく歩いたりしてすごく疲れた場合は陰門を刺激すると足の気血の流れがすぐよくなってきますので足の疲れをすぐ取れます下半身の方は陰門を使いますけども上半身の場合はこの取を使います上半身の方はすごくだるくて痛いとかそういう場合はこの四徳を刺激してあげるとすぐ軽くなりますですから取得と陰門をセットして使うと全身のだるさを取るためには非常に 有効ですその次肘の上のところに天性というつボがあります天性というのは五葉欠の中の五欠で五行の属性は「土」になります三小系の「ーに対して「土」は「こ」の関係です「こ」ですから三小系の実症の場合は死者する時にこの「こ」「けつ」よく使います実症っては急に出てきた病気新しい病気の場合は実症です 急に偏頭痛が当たりとか頭痛が当たりとか耳鳴りだったりとか三叉け通っている肩のところに痛いとかその場合は全部この天井使います。天井の上に精霊円とか小歴という2つのつばあります。三叉け詰まっている方ってここ天井から小歴その上あたりって触ってみると押して痛いという方は非常に多いです。肩が痛いとか首が横痛いとかそういうタイプな方は。 天性から聖域あたり指で押すと痛いはずです。この痛みに3。焦点の滞りことを意味しますので、普段ほぐしてあげるとこの肩こりの解消には有効です。腕上がらないと、この三小点の滞りから来ているっていう可能性が高いですから。この天性から聖域あたりをチェックすると詰まっている方非常に多いです。この症例期の上に10円というツボがあります。 重栄というツボは大腸系と三小系とあと小腸系の木ここに集まるというところでもありますのでいろんな場面で活用されます特に甲状腺の病気バセット病の場合首腫れてるとか首が痛いとかリンバッシュとかそういった病気の時に三小系小腸系四名大腸系全部首のところ通りますから首の病気の場合は重栄よく使ったりします 肩のところに腱量という壺があります。腱量、骨の溝の中にありますので、三小形の滞こりがあると、こういうところ詰まってて、五十肩になったり四十肩になったりします。肩の横を痛いという場合でしたら、まあたい三小形の滞こりから来てますので、まあその場合は、一番上がりやすいのは横に上げることはできないとか、髪の毛を溶かすという動作はできないとか、それは大体三小形。 の問題ですでそういう五十肩の場合は治療の時にこの肩量というツボをよく使います量というのは骨の隙間という意味です肩量は腕と上の骨とのつなぎのところですので、まあ、肩量という名前になっています肩量の次に天量天量というのは天では上の方は天と言いますので肩甲骨の真上にあります肩甲骨よく動かします肩よく動かしますので こういったところに筋肉の損傷とか筋膜の損傷は起きやすいです老廃物溜まりやすくなりますので肩こりの方っていうのはこういうところを触ると痛い方は非常に多いですこれは三焦経通りですので治療の時に三焦経のツボを使ったりすることできますしこのツボそのまま使うこともできます天寮の上に行くと首の入場時の下に天陽というツボがあって耳の後ろに A 風とかあります その上に頸脈あります。ろうそくあります。こういったツボって全部耳の周りにありますので、耳鳴りとか難聴とかそういった治療の時によく使います。af の場合は顎感染症とかによく使ったりします。ろうそくの場合は耳鳴り難聴だけではなくて、中耳炎の時に耳の中に水がよく出たりするという時にここをよく使います。 上のととか、あと耳の前にジモンという壺があります。耳の病気の時顎関節症とか耳鳴りとか顎関節の関係するという病気の時にも使いますあと角層の場合は目の中血腫れとか白内障とか緑内障とか,障とかそういう病気の時にも使います和漁と最後七具七具は眉毛の一番後ろのところに 骨のくぼみがありますそこにあるんですけどもこれは目の周りですから白内障とか緑内障とか目が腫れるとかそういう病気の時には使いますし画面麻痺とかその時にも使います三小径のことまとめますと三小径は全身の三小を使わされるとかエネルギーをこう三小径通りますでルーチューから見ると薬指から手の外側の真ん中通って 肩の上通って、首の横を通って、耳の後ろを通って、速度部を通りますので、この三小形っていうのは、ここで終わるんじゃなくて、お尻通って、肛門のところから出てきて、で、今度、膝裏の膀胱圏の異様のところで終わります。異様っていうのは三小形の下口け2です。だから、異様のあたりで触ると痛い方は非常に多いです。三小の木が詰まっていることを意味します。 三章形では、膣の中到底お尻から出てきますので、字の治療も三章形と関係して三章形を使ったりするということはあります。あとは、膣の中に変な音が出たりするということがあります。要は、のトラブルの場合は、この三章形が深く関係しますので、三章形のボを使ったりするということもあります。ですから、腕の外側の真ん中、 肩の上、首に横、耳、目、側頭部のトラブルだけではなくてお尻の肛門とか膣の中のトラブルとか膝裏のところのダみとかもこれはかん最小限関係します今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきますもし今日の内容を誰かに知ってもらいたい 誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また、この講座の最新号をいち早く見たいという方には、YouTube のチャンネル登録がおすすめです。では、また次回お楽しみに。